たわけじゃない、たまたまたまご。はい、俺団子です。本日の食材がこちら、じゃじゃん。ちょっと開けてみましょう。マダコということで取ってきてもらいました。広島県にある瀬戸内散歩という旅行代理店様の企画で、タコ壺のオーナーになりませんかっていう、3壺一口で、3900円で買えるんですけど、7月5日からですね、毎週火曜日に150個壺を沈めてあって、一個一個ナンバリングされてるんですね。3壺一口なんで、1234567891みたいな感じで150まであるんです、けど、まあ好きな番号を買うと3900円で。で、もしタコが入っていたら、そのタコをお送りさせていただきます。もしタコが入っていなければ、まあ漁をされてるのが武田水産ってとこなんですけど、その武田水産で作られてる今年の一番乗り。一番乗りっていうのは、漁を初めて一発目の海苔なんですけど、一発目の海苔が一番キメが細かくて柔らかくて美味しい海苔なんですって。で、値段も少し張ると。その海苔をセットで送ってくれるっていう企画。面白いなと思って、まあ、もし入ってたら動画撮ろうと思ってましたし、入ってなかったも、その海苔ちょっと気になったんで食べたいなと思って、応募させてもらいました。僕の買わせていただいた番号が37番、38番、39番やったんですけど、まあ、見事に入ってた。こんな感じでね、選んだタコ壺にタコが入ってました。ということで。で、この瀬戸内散歩さんにね、漁が始まる前にね、もうご確認させてもらってて、ライブ映像を流させてもらっていいですかと。漁をされてる映像をね、少しだけ流したいと思うんですけど、Facebook ライブ映像だったんで、その、映像と音声にちょっとラグがあるんですけど、まあそこまで気にならないと思うんでね、ちょっとどんな感じで漁をされてるかっていうのをご紹介させていただきたいと思います。では、どうぞ。ちょっと一番上げてみますね。はーい。一番がすぐそばにあるみたいで、一番が今上がりました。一番はどうなんですか？はい、おーおーいいよ、すごい。いきなり一番入ってました。一番の人おったんかな、おらんかった、おったわからん、おったような気がする。結構でかいですね。いいサイズ、これいいサイズ、一番です。一番のいきなり幸先ですね。はい、1番の番号、はい、入れて。でもみんな1番とか取らなさそうっすよね。相手ね、最初から出んじゃろうみたいなね。たまにあるんですよ。そう、しかもまあまあいいサイズ。そうですね。小さい赤ちゃんだこはね、水産資源保護のためにねリリースしますんで、その判断は店長の武田さんに一任しております。その場合はね、ご容赦ください。代わりにノリが行きますんで。次、2番ですか？はい、2番。2番は空っぽだったんですね。はい、はい、2番ちょっと番号から見えるかな？見えるかな？汚れるんで、やっぱ。はい、2番は残念ながら入ってました。はい、次3番。3番はどうですか？空。残念ながら空です。3番残念。でもね、1番入ってましたからもう十分でしょう。あんなええタコ。笠岡のタコは他の地区の地域のタコとなんか違うあるんですかね？餌が豊富なんで、はい、体型が。4番4番入ってる。4番お、まあでかいな、すげえな。4番また入ってました。すごいな、仕込みっぽいな。仕込みできんすからね。4番おめでとうございます。また入ってた。こんなに取れるんじゃ。4番はい、お願いします。これ大変じゃん。おいあ、他の番号持っていった。持ってきましたか？うん、他の番号持っていった。ちょっとプレート取らんといけない。4番他のは入ってないですね。入ってない、はい。結構大変だなこれ。タコがでかいと大変ですね。でかいと入れにくいんで、ね、よし、はい、4番おめでとうございます。次5番は、まあ残念ながら入ってきませんでした。次
6番。はい。6番。6番ちょっと見せてください。はい。入ってるけど。ちっちゃい。小さいっぽい。いけるか。ちょっと見てみますね。小さい場合はリリース。リリースします。ちょっとリリースですね。もうちょっとね、大きければ。はい。はい。37番かな。はい。からですね。38番です。おる。お、38番おる。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 まあ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 、いい。いいサイズや。まあまあ、A サイズや。これは、お手頃です。38ですよね。38です。38番。はい。入れます。はい。38番。おめでとうございます。38番のオーナーの方。今日はね、全部完売ではなかったんで、買ってない人も、買ってないところもあります、番号によっては。9割方ね、売れたんですけど、ちょっと売れ残ってましたね。次は39番。39番もおる。連続しておるんだな。やっぱ、ね、これもまあ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 食べ頃だな。39。はい、39番。おめでとうございます。大体やっぱりいい場所って決まってるような気がするな。固まるな。第7回か第8回で買う人は、はい、今までの、そう、今までの録画をね、見てもらって、分析して、そうそうそう。それは多分そんな気がするな、なんか。はい、ということで、壺の中にタコが入ってる確率がだいたい 10% なんですって。だから150個壺が埋めてあったら、まあ、15匹入ってたらいいかなと。前後もするよと。その中で僕は3壺中2個入ってたんで、なかなかの強運やと思います。瀬戸内散歩さん、武田水産さん、ありがとうございます。ありがたく使わせていただきます。ということでね、漁師さんおすすめの食べ方はやはり刺身だそうです。だそうなので、お刺身はやりたいと思います。そして、唐揚げもしたいと思います。あと一つ焼き物ですね。ちょっとまだ悩んでるんですけど、今日はですね、まだ2日しか経ってないんで、身が結構怒ってるんですよ。これはね、ちょっと休ませたいと思うので、下処理だけして、ただ内臓しっかり取ってくれてるんで、まあ、ぬめり取りぐらいして、休ませたいと思います。僕のチャンネルは、素敵な魚をさばいて調理する動画を主に配信しております。魚さばきに興味のある方、また今日の動画を見ていただいて、いいなと思っていただける方、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。じゃあ今日は、壺に入ってたマダコで、俺様。はい、ということで、タコのぬめりとんの塩が一番なんでね、塩もみしていきます。まあ、大根おろしで取ったりするときもあるんですけどね。内臓取ってくれてるので、あと麺タもですね、ちょっと傷みやすいとこ、これは取っておきましょう。メンタル。で、あとこの足の裏側に口があります。この口ですね、簡単に取れるんですけど、タコの唾液って結構菌とかバイ菌があって、噛まれるとめちゃくちゃ痛いらしいです。噛まれたことないけど僕。だから生きてるタコ、もし触る機会あったらめちゃくちゃ気をつけてください、この口は。中にはね、標本モンダコって言って噛まれると、フグ毒と一緒のテトロドトキシンっていう毒を持ってる、タコがいるんですけど、こいつに噛まれるとね、命の危険性があります。だから、まあ、標本モンダコを見つけたら絶対に近っちゃダメなんですけど、これですね。タコの口は気をつけよう。では、粗塩を入れて、で、しっかり揉んでいきまーす。案外ぬめりがきついのはこの辺ね。はい、じゃあぬめりが出てきましたら水で洗いたいと思います。
はい、ということでね、ぬめりが取れました。で、この状態でまたリードとラップして1日2日寝かせたいと思います。身を落ち着かせますね。じゃあそこまでワープします。俺たま。はい、ということで、1日寝かせておきました。やっていきたいと思います。まずは頭と胴体を切り分けます。そして太そうな足よ、一本、これつかな、太そうな足の太いところでお刺身。ここでお刺身しましょう。太そうな足の太そうなところを刺身、太そうな足のその先っぽで唐揚げ用にしましょうか。一口大に。この頭と口のところは、そうですね、炒めの方に回していきましょうか。香草焼きやっていきたいと思います。香草焼きって言ってもね、香草焼きの素ってやつをかけるだけなんですよね。内芸にこの頭がね、柔らかくてうまいですよね。でお刺身を処理していきましょう。まずこの吸盤ですね。おー、機嫌機嫌。音聞いておいてください、音。